どうしましょうか。なんか怖いな。はい、まあ行くのは一人で移動しますけれども、行く先々で知り合いがいるのはとても心強い。まあ安心して、まあ油断はできないと思いますけど安心して、いろいろ味わっていきたいと、じっくり味わっていきたいと思います。ということでじゃあ一応準備できました。はい、じゃあどうも、はい、なんか今日は、姉妹のための曲1曲と、あと本日のもう一人の主役、ウィリーさんのプレゼントの歌っていうことで、一応岡村さんからご提案がありましたので、じゃあ最初じゃあこの姉妹っていうことで、なんか岡村さんからユーミンってユーミン知ってはいますが、やったことないんですよね。でもまあ岡村さんたての一応ご希望なので、一応自分なりのアレンジで、ちょっと一夜漬けっていう曲、当日漬けでちょっと用意してきましたね。でそれと一曲なんですけど、あとね一曲実はですね、オリジナルがこの姉妹の後に同じ年頃の女の子たちのコンビでアスデセンデンチっていう、やっぱりエスコラカエレラに女の子たちのそのアスデセンデンチっていう一応ユニット名で、この前結構いろいろ今までイベントなんかにもいろいろ出て、でそれをずっともうかれこれ1年半以上2年近くサポートしてました。でその子たちは自分たちで作詞なんかを試みて結構何曲か作って、その中で日本ポルトガル語と日本語がこう交互に出てくる歌があるんですね、オリジナル曲で。それを今日そういうのがこの Do As For Us ですでもできればよかったなっていう、そんな意味合いを込めてちょっと、続けてやってみたいと思います、はい、ということで、じゃあまず有名なできるかな、うまくいきますように。Yeah.
私をあなたは時々遠くに叱って話しかけるように揺れる正面に歌手がいる、はい、それをなるべく意識しないでやろうとしましたけど、やっぱりじゃあもう一曲はそのオリジナルの方で、アトージはもう、ポルトガル語の、1番2番とあって、1番のポルトガル語の歌詞をそのアスデセンデンツのタイミーっていう女の子がアイデア出して、でそれにその後日本語の歌詞の部分全部と、一応2番のポルトガル語の部分を自分で、ちょっとやって組み立ててみました。ちょっとカンニングしないとかな、まあ、じゃあちょっとやってみます。微笑ませる太陽になりたい。
foil long gigi me Meu coração é tão cheio de saudade Você nunca abriu a porta do coração いつもそばにいたはずなのに Eu não queria deixá-lo sozinho com a tristeza心が通わないまま終わるなんて悲しいから See you at the jumbo Couldn't see silver low 冬の終わり告げる花のように See you at the jumbo Couldn't see silver low あなたの心溶かす太陽になりたい See you at the jumbo Couldn't see silver low 冬の終わり告げる花のように See you at the jumbo Couldn't see silver low心溶かす太陽になりたい Obrigado. ということで、なんかし、これは姉妹ですね。じゃあ、ウィリーさんへ。いきます。今度は賑やかに、あんまりこれまあ、そのボサノバやサンバでないので、あんまりギター一本でやらな、普通やらない曲だと思うんですけど、まあ、まあ、先ほど言ったそのアスデーセンデンチっていう、まあ、なんて言うんだろう、セルタネージョあり、エミペーベセルタネージョからファンキ、ホッキ、ヘギ、いろんな、やつをやって、それを全部自分としたギターだけでまあサポートしてるので節操なくやるのはなんかだんだんちょっと慣れてるんです。そういう意味でちょっと自分なりのアレンジでですね、イベツサンガーロの多分一番有名な曲と言っていいかもしれない、フェスタ、はい、お祭り気分で、じゃあウィリーさんのまあお祝いということで、はい、フェスタで行きます。さあ、行けるGuitar, hard, rock, and roll, but to get it, can't play my love. Brother,
アクリブンシーバランサーエンシャナデハトレメウマンプレタジュアマンドシャーマンアビト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 キバコラロフェルスタバコラロポボテトマドアピザキバコラロフェルスタバコラロOh, oh, the kid, man, who a pizza.おめでとうございます。ありがとうございました。皆さん楽譜忘れてますよね、多分。あ、忘れてた、うん、はい、忘れてました。いや、エスタがあったから多分今気づいた。そうそう、それで、あ、まあでも複数持ってていいやと思って新しく持ってということで、はい、あのイベチさんがある、あの バイヤーの人なんで、イベチは。あの結構まあ向こうの人たちとちょっと仲良くなるために、あんまり自分はあのこう誰かの歌のサポートは多いんですけど、こう弾き語りみたいに自分で歌うってあんまりやらないんですけど、まあなんかね、 あちらの人たちと仲良くなるには自分も歌った方がいいかなと思ったんで、最近一生懸命いろんなのを覚えてます、うん、はい、ということで自分なりのフェスタをやってみました。 ありがとうございました。じゃあ以上で、ボアピアジ、オブリガード。